株式会社キネマシトラスは日本のアニメ制作会社。プロダクション IG の制作出身でボンズの制作デスクであった小笠原宗忠が2008年3月に同じくプロダクション IG 出身でバンダイビジュアルのプロデューサーであった松江雄一郎、演出家の立花の正樹、フリーアニメーターの荒井光一らと共に設立した。社名の由来は100年残るフィルムを作りたい。 時代が変わっても変わらない、価値観が入っているドラマを作りたいという思いから、シネマの古い呼び方である、キネマ。さらに、創業メンバーの頭文字、小笠原宗忠の胸木の逆さ読みであるキネ、松家の間、立花の英称シトラスを融合している。その後、取締役であった松家は退社しンヘルツを設立、立花はフリーになっている。2019年7月1日、 角川武士ロードとのアニメ制作における包括的業務提携を、さらに同年12月2日には両社との資本提携を実施。両社の持ち分法適用関連会社となり、角川グループ武士ロードグループ、双方に属するようになった。ありがとうございます。